山本太郎君。はい、自由党共同代表、山本太郎です。共同通信による世論調査、国有地問題の経緯に関し、十分に説明しているとは思わない、82.5%。総理、籠池さんへ証人喚問など、この問題に対する一定の真相解明はなされたとお考えになりますか。安倍内閣総理大臣。政府としては誠実に答弁をしております。ちなみに共同通信で内閣支持率は 52% だったというふうに承知をしています。山本太郎君。おめでとうございます。総理、ちょっとお話変わるんですけれども、総理ご自身には何人の秘書がついているんでしょうか。安倍内閣総理大臣。これは総理大臣秘書官ということでございますか。それは6人の秘書官がついておりまして、その秘書官の下には、このさらに秘書官付きがいるわけでございます。また、官邸全体ではですね、参事官等々もいるわけでありますし、補佐官もいるということでございます。山本太郎君。一議員時代、何人ぐらいの秘書さんがいらっしゃいましたか。平野議員って言ったら失礼ですけれども。安倍内閣総理大臣。公設秘書としてはですね、これはおそらく同じ数でありますが、地元の秘書がですね、何人と言われても、ちょっと年々のように多少こう、市会議員になったり、県会議員になったり、また市長になったりとかですね、元戻ったりとかいう人がおりますので、4人、5人ぐらいかな、4、5人ぐらい、女性も男性も合わせて、私のところは女性も秘書をやっておりますので、秘書も事務も両方やっておりますので。山本太郎君。はい、総理の秘書たちが総理ご自身の意思を超えて、もしくは総理の意に反することで勝手に動くことってありますかね。安倍内閣総理大臣。意に反することはございませんが、日々の業務はですね、いちいち私に確認をしないでですね、陳情等の処理はするわけであります。山本太郎君。はい、必ずボスの指示は受けるはずなんですね。また指示を仰いで、的確にこなすのが秘書の仕事ですから、当たり前ですよ。そんな勝手な走りするわけないでしょ。勝手なことするはずがないんですよ。それ違う人の秘書なんじゃないですか。物事を先回りしてやる場合も、確認了解をボスから取るっていうのは当然だと思います。ボスの考えに馴染まない事柄、勝手に動くことってあるんですか。じゃあ自民党の皆さんの秘書は一役人である谷小夜子さん、総理夫人の意思を超えるような省庁とのやり取りを勝手にやるなどありえないことだと思うんですね。指示があったから仕事をする、当たり前だと思うんです。籠池さんの提供のファックスの一文には、なお本件は昭恵夫人にもすでに報告させていただいておりますとありました。これボスからの指示に従い、動き、報告、連絡、相談。谷さんしっかりほうれん草の基本を守ってらっしゃるじゃないですかって。それを谷さんが勝手にやらかした的な逃げ方、そのなすりつけ方、政府のやり方ひどくないですか。雑すぎません。委員長、昭恵夫人はもちろんのこと、谷小夜子さんの証人喚問に加えて、平成26年10月、森友側がボーリング調査を行った際、徴収した一時貸付料にかかるすべての資料を要求します。後刻理事会で協議いたします。山本太郎君。はい、総理、ご夫人の証人喚問ということに関して、異論がありますか。安倍内閣総理大臣。私の秘書もですね、いわゆる勝手にやることはございませんが、基本的に地元等のですね、陳情が来たときはですね、私にいちいち確認はしません。そしてそれは関係省庁に問い合わせをして、また返事をしております。そして私も、谷さんが勝手にやったということは言っていないわけでありまして、勝手にやっていないと言っているわけでありまして。で、秘書のせいにするというのは、何か悪いことをしてですね、それを秘書のせいにするということでよく言われるわけでありますが、それではなくてですね、谷さんは当然谷さんとしてしっかりやるべきことと判断したことをしっかりと、それを判断した上で行われたということではないかと思います。山本太郎君。はい、総理の秘書と同じようにやるべきことをやった、職務としてということですね。わかりました。森友解散というのをやらないですか、総理。もう国民の信問わないですか。国民の信問わない、勝手なアベノミクス解散とかするのにね、この問題、引き続き国会全体で取り組むべきだと思います。国民に対してのそれが、責任だと思います。終わります。山本太郎君。はい、自由党共同代表、山本太郎です。自由社民の会派、希望の会を代表し、29年度総予算案に対して反対討論を行います。やります、やりますと散々言い回り、響きの良い言葉で大きな打ち上げ花火を上げ、実際の予算になると、問題を根本的に解決する意思が見られないのが安倍政権の特徴です。例えば、少子化対策。解決に向けて絶対的に必要なアプローチは3点。教育、住まい、所得。この3点をヨーロッパなどでは国家戦略として実際に取り組み、出生率が上がりました。少子化対策に絶対的に必要な3つの事柄。日本は OECD の中でも教育に金を出さない、ドケチ国家の第2位で、高等教育を受けるためには国がやっている竹藤、奨学金を借りる学生が多くを占める。今国会の初め、私が代表質問で指摘した際、総理は、有利子奨学金の金利に関して、低金利の恩恵が行き渡るべく見直しを行い、現在 0.01% でありますから、100万円借りて100円でありますと、ドヤ顔でお答えになった。総理の答弁に該当する返還者は、全体のたった 0.1% です。本予算で低所得家庭に対し給付型奨学金制度を始めますが、各学校で確実に給付が保障される対象者はたった1名。問題の深刻さを理解していない対応としか言いようがありません。続いて所得。アベノミクスで豊かになったという演出だけは一人前。事実を見つめれば悲惨な状況。この国に生きる単身、20代の貯蓄。金融広報調査委員会によると、20代で貯蓄ゼロは約6割。これは民主党政権時代の倍近い状況です。単身の30代、40代、50代では貯蓄ゼロは約5割。仕事があったとしても厳しい状況にあやいでいるものが多く存在します。貯蓄がなければ家を借りるにも敷金、礼金は準備できません。2020年までに最低賃金1000円と言われても、年収ではワーキングプア。半年後、1年後など見通せるはずもなく、今月を乗り切れるかどうかが最大の問題です。一方で、大企業は法人税減税や数々の税の減免などにより過去最高益、あのバブルの時よりも儲かっている。安倍政権の言う頑張れば報われる社会など存在しませんし、残業時間100時間未満を認める姿勢は人間を機械、部品として扱う姿が反映されています。この国を持続可能なものにするため、少子化問題は待ったなし、大胆な施策と予算措置が必要な局面においても、やるやる詐欺的手法を堂々と行う政府に対して、現実を見ろと言いたい。人々の声を聞けと言いたい。森友問題で国民の怒りに火がついたのは、これこそが安倍政権の象徴的な事柄だから。自分たちと関係し、つながる者は国有地をただ同然で差し出し、数々の補助金も異例のスピードで決まる。その果実を享受することが許されるのはお友達のみ。その疑義に対しても、誠意ある対応もせず、資料は出さず、意味不明な答弁で質問時間が過ぎることを待つ。嵐が過ぎれば通常営業ですか？国家の私物化はやめていただきたい。国家とはこの国に生きる民のことであり、政府や政治家はただの機関雇用の代理人に過ぎません。国民への謙虚さを持ち合わせない予算案には反対。国民への謙虚さを持ち合わせない政権には退陣を求めて、私の反対討論といたします。ありがとうございました、総理。ただいまの山本太郎君の発言中に、不適切と思われる言葉があったようであるとのご指摘がありました。委員長といたしましては、後刻理事会において、即帰力を調査の上、適当な処置を取ることといたします。